か乗り換えを続けてやってきましたよ、2畳のことでね。それが D の21ってことですね。いやー、今回しんどいね。場所的には何だろう、1個増しなのかな、ちょっとわからんところだけど、いろいろと出てますね。ご案内も出てます。地味ドンズルーム 2.4 距離、地味距離1距離あるな。ドンズルゾー。ヤマタサプライキャップ。で、駅としては2面にしてるけど、でもそこはまあ21ってことなんで、もう21いるか絶対もこんなんね、近畿旅客駅よりもね、の方がね、決まってるの決まってるの分かってたところではありますけど、まあ、果たして今後21に行く必要性があるのかちょっと怪しくなってきてんだけど、まあ一応ね、せっかく来たんで。駅としては、出口こっちなんだ。まあ、2年2000で、区間運休は止まる感じかな。で、急行とかも通過してくらしいんで、考えると、まあ、ローカル駅ですね。どうなってんの？今、こういうのが酸っぱいから。場所的に言うと、この辺りか。で、こんな、やっぱないな、これ、一番地味に来てな。時刻表とかですね。青の方面。時刻表がね、はいな。どこにあるか。どっち？こっちだよな。山っぽいの行くのか？まあ、こっち来てね。ちょっと、本線で行くんだよ。19時44分だ。ん？ほんと。休日か、今日。あと、40分で行って、次57分。まあ、10分ちょい時間はあるのか。まあ、別に4分に来るし。親子持ち来るから。まあ別に本数はあるか。よし。じゃあちょっと違ってみて、こっち側から出た方のがメインっぽいかな？全然わからん。地下に駅がある感じなんですね。この中にこういうこと多いですね。この前行った、どこでしたっけ？県下もこんな感じですね。県下駅。まあ、交番とかもあってって感じです、結構。まあ、さすがに駅の規模は。ここがね、近鉄4階って駅とかね。あ、ラムシニショなんだ、これ。すごい名前です。まあ、急行は通過です。まあ。圧倒的にね、これは、四日市の勝利ですね。大丈夫ですね。まあ、これなら、これはね、もう、近鉄四日市、まあ、JR 四日市駅と比べてもね、察して変わらんレベルじゃないですか。ね、よしよしよし。大丈夫だ、今回も。いや、今のところもう完勝じゃないですか。完璧っすね。いやこの時間に、この辺りの駅に来たところで何もすることがない。だってみんな帰宅する人たちがいるから結構降りてく人はいますけど、ね、何をしろと。しかもね、何が怖いってね、この先八尾駅の駅前に、快活クラブがあるんで、そこでね使ってこうかなと思ってたんですけど、なんかね鍵付き個室がね、残り1席ってなってたんですよね、空席情報見たら。大丈夫かこれ。こんなところでうつつを抜かしてていいんだろうか。まあ一応ね、でもね、もしかしたら、ちょっとね、奥に入ったらすっごい商店街があるかもしれませんからね。これはチェックしておく必要がある。こんなところに踏切あんだ。関谷5。
へえ。二条駅。この駅前にはファミリーマートもあるよと。まあでもそれぐらいかな。スーパーとかもないし。あったらね、もう別に八百で、最悪何かしら止めてあれするんで、あれなんですけど、なさそうだし。駅前をプライトしてみるか。駅前最後の一本分ぐらいにはちょっと歩くか。そっちの奥なんかある？奥の方なんかあるから。ちょっとなさそうだよな。あ、一応なんか店ある。バーって感じかな。ああ、居酒屋。ああ、居酒屋か。これは雑に、よくわからんコンセプトで、あの居酒屋も中心だと聞こえてるね。なんじゃ、ラブだ。珍しい。どうしてこんなでくるの？結構居酒屋はあるんだ。居酒屋あるけどそれぐらいか。完全に住宅街だもんな。見どころもなんもねえ。あいつら。よかったですか。変電所があるんだ。でっけえ。ぐらいしかない。観光で来るような場所でもねえかな。ここは何？焼肉屋？居酒屋か。へえ。結構。まあ、あそか。サラリーマンの人が仕事帰りに寄れるのか。なるほどね。あ、こんな感じか。僕はもう住宅街みたいですね。もう暗いし、この時間に自分でもない人が歩く場所でもねえな。なるほど。まあ、とりあえず大丈夫ですね。さあ、これはもう、完全に書きましたね。でも、穴虫すごいな、これ。駐輪所とかも、あ、月決めの駐輪所なんだ。へえ。まあ、見ても大阪県ですよね。二条は奈良県だよな。あれ、どっちだ。まあ大阪との境目ぐらいだけど、ここはさすがにもうだ。奈良だと思うけどな。なん見た感じは奈良ですね。ただ入れるの？ああ、それやね。あれか、バリアフリー対応か。熱中症とか悪いよと。以上感じだな。よし、帰るぞ。戻ってきましょう。今回ね、いつにも申して、取れ高がね、きついね。いや。あ、こんな感じね。北区の自転車駐車場。自転車駐車場がちょっと離れたところにあるんですね。だからああいうこういう有料の
駐輪場が需要があるわけだ。これどっちまたこういう意味だったな。じゃあ次は八百屋、本当かね、今回の一番の見せ所ですから、八百屋ですからね。